オリオンライトはビゲローエアロスペースとロッキード・マーティンによって提案された軽量のカプセル型宇宙船に報道関係者が使用する非公式の名称である。ロッキード・マーティンが、NASA のために開発中のオリオン宇宙船が元にされている。オリオンよりもより軽量で安く小規模の機体である。オリオンライトの設計の意図はオリオン宇宙船から国際宇宙ステーションへの任務に必要ない月や 火星やラグランジュペニア地球近傍天体への装備等の要素を可能な限り取り除いた機種と推定される。ビゲロー社はロッキード・マーティンとの作業を2004年に開始した。数年後、ビゲローはオリオンライトの実物大模型の開発を100万ドルで受けを契約に調印した。オリオンライトの初期の任務は国際宇宙ステーションへ乗員を運ぶかもしくは民間の宇宙旅行者を ビゲロー社が提案するサンダンサーのような民間の宇宙ステーションへ運ぶことを予定している。オリオンライトがオリオンと同規模の外形寸法の場合、現行のオリオン仕様の新宇宙探査向けの装備は必要性がないことが推定される。そのためオリオンライトは約7人の乗員の場合、室内空間は広がり、低軌道仕様の軽量化された生命維持装置を搭載することが見込まれる。 ビゲロー社とロッキード・マーティンの共同作業によるオリオンライト自体は削除された模様である。現在、ビゲロー社は似たようなカプセル型の CST-100 の開発をボーイング社と共に進めている。NASA の商業上院輸送開発計画の下で、ボーイングとビゲローエアロスペースはオリオン宇宙船の遺産ではない、このカプセル型宇宙船の予備開発の予算を得た。 オリオンライトの名称はこのカプセルにも使用されるが、これは正しくない。公式名称は発表されていない。オリオンライトは同様にオバマ政権によって提案された縮小版のオリオン宇宙船であるオリオン上院、機関船とも混同されていない。当初のオリオンに関する提案への予算はすでに中止が予定されている。オリオンライトはアトラス部を含む複数のロケットの使用に、 互換性を備えることが提案される。有人仕様のアトラス V は、オリオンライトとともに開発される必要があると見られる。この作業はすでに開始されており、NASA の商業上院輸送機開発計画の奨励金が与えられた。同様に、有人仕様のスペース X 社のファルコン9も、同様にビゲロー社によって可能な打ち上げシステムとして提案された。 ヘリコプターの長いフックでパラシュートを引っ掛けることによって、ジェネシスを空中で回収するための予行演習、オリオンライトの重量を減らすために、オリオン宇宙船の耐久性のある熱シールドを低軌道からの大気圏再突入時のより、低い温度に設計されたより、軽量な熱シールドに交換することが見込まれる。さらに、現行の提案では、航空機によって降下中のオリオンライトを空中で、 回収することが求められる。現在までにこのような回収方法が有人宇宙船で行われた事例はないが人工衛星では使用された。ありがとうございます。